こんにちは、えー。先ほど交通大学の初の期末テストを終えて帰ってきました。はい、えー、ついに、えー、終わりました。で、まあ感想としてはうん、まあ全部パスできたかもしれないし、まあできてないやつもあるかもしれない。もうここは採点の 裁量次第っていう感じでした、ねはい、で、僕は3教科あったんですけど、まあ、その3教科で大体最初のが12月31日で次が1月5日で最後が1月8日で結構あの分散しらんでまだ良かったんですけど、まあ、本当にそれぞれの教科もう勉強つらかったですね。 なんか前,にも前の動画とかにもいろいろ GPA のシステムとかも話したと思うんですけどそのその単位を取る取らないかじゃなくてその卒業するためには一定の GPA っていうのを超えないといけなくてそれがなんていうんですかね満たせなかったらそのまあ再履修しなきゃいけないんでなんかそれが怖いんですよね本当に。 で今日受けた授業はあの、まあ、データベースのについての授業なんですけど、まあ、会場へ変わるっつってあの、まあ、持ち込み可の授業なんですよ。なんであの授業の PPT とかあとは、まあ、頑張って入手した去問とかあるいは自分でこうネットで印刷してきたちょっと日本語の資料とか、えー、あと辞書ですね辞書も持ち込んで何でも見ていいっていうあのやつだったんですよね。 で全部あの選択肢で,でもその楽だなってあの思うかもしれないですけどまあ実際にその中国人の学生にとっては割と楽なんですよそのまあ全部、まあ、探し出せるからただ僕にとってあの会場に顔をするって別に、うん、そんなに楽じゃないですよねやっぱり中国語なんですよねそこ問題が。その 会場に顔してるでもまあ Google トランスレーターあのかけられないしだから結局言語の問題でその探すスピードとか、うん、問題を理解するスピードとかも全然違うんでなかなかしんどかったです。で怖いのがその何ていうんですかねなんだっけあ GPA をあのそのそ基準を超えるためには、えー、B マイナス B を取らななきゃいけないけんですよね多分 B マイナスででこの授業はあの先生は全部大学院生は単位を上げるとどんな点数でもただその上位20%が A 以上で、えー、下位10%は C+ 以下だっていうんですよねあのだから点数で絶対的に決めるんじゃなくて相対的な評価なんですよ であのだからどんなに頑張ってもその周りが良かったらその b スに届かなくてそれで GPA の基準を満たせないってことになっちゃうんですよね。それがものすごく僕的に怖くてもうまあただでさえまあ中国語がただ一人ネイティブじゃない状態でやるし別に専門の知識とかも交通大学の学生に比べてなかなか。 あの劣ってるというか、まあ、全然できる方じゃないんでめちゃくちゃ怖かったです、はい、でもこれ勉強しててマジで打つなっててあのもう中国語のこう資料とかをめちゃくちゃ見ないゃいけなくて、ね、それでもやっぱりわかんないんですよねそのすらすらとはでかなんか検索できるところは日本語で検索したりとかしていろいろやってるうちになんか本当に今はもう 今,今の時点ではテスト終わったんで割としメンタルは大丈夫ですけどこのテスト期間中の勉強っていうのが本当に、あのー、苦しかったです。マジでここんんんななに辛いいっってて分、あのー、分かかかかたらもうこの道選んだかどうか分かんないレベルで,思いました、ね、で今はまあテスト終わっただけでまだ成績も出てなくて、まあ、これからもまだ来学期もあるしこの後も研究もあるし。 正直、かこうこのままやっていけるんだろうかっていう結構気持ちになっちゃったんですよねあのテスト勉強中に。うん、な本当に、うん、やっぱり中国語というかやっぱでやるのきつ中国語で勉強するのきついですよ。やっぱり しかも僕に関してはその理系のもので別に本来別に中国語じゃなくても勉強できるものをやってるんでなんかああんか俺はなんでこんなに苦労してるんで苦労しながらこう勉強してるんだろうって気持ちになったりとかしてなんか本当になんだろうな,なんみんなは授業中にこうもちろん先生の言葉はわかるんでそれで理解できるかもしれないけど僕は。 それよくわかんないしそれでめちゃくちゃなんか一生懸命やって大した成果も出せないっていうそういう状況でうんまあそんな感じで鬱つになってたりしましたねま打つっていうかまあそういうちょっと弱ってたりしましたねただ今はまあ終わったんでまあ実際テストを受けてみてまあ全部パスできてる可能性も全然あるかなっていう感じの手応えだったんでまあそれでちょっと安定してるんですけどもしこれで あのまあ、不合格の授業があったら、こんだけやってだめかってことで、なんか正直や、今後どうしようかっていうのは、ちょっと考え直すかも分かんないですね、うん,ほん、本当に、やっぱり、自分で飛び込んできたんですけど、うんやっぱかなり難しいですよね、こう上海交通大学であの修士課程をやるっていうのは。 まあ前例もあんまないし聞いたことないですからねなんかあんまりこういう日本人のまあネイティブというか中国語中国に何の縁もゆかりもない純ジャパニーズがこう中国で専門のこう留学をするってそんなに聞かないですからね特に理系とか大学院とか。 まあ自分から突っ込んできたんですけど、まあ、全力でやって、うん、もしこれで駄目だったらもう僕ちょっと不安ですねこの先は。まあこういう1年生のうちだけかもしれないですけどねあのやっぱ授業を受けてテストを受けるっていうのは基本的には1年生だけで、まあ、そこからはあの研究に入るんで研究に入ったら逆にそんなにプレッシャーというかまあ常にプレッシャーに終わるかもしれないですけどその。 一発勝負みたいなそういうのは少なくなると思うしあとはこう先生の話とかも授業がないんでそのなんかそういうのもなんかどちらかというとその勉強とか研究は自分の好きな言語でできるようになるのかなって思うんでそれだったらまだマシかも分かんないですけど、ねまあ、それは多分その段階に入ったらその段階に入ったら多分相当きついんだと思いますけど。 今本当に中国語とか英語で授業を受けてて、辛いっすね。<い>なんか、うん、まあいろいろ、この動画を見てる人でも、今オンライン中留学中とか、まああるいは留学中とか、まあ、経験したとかそういう人もいるかもしれないですけど、まあみんな大変ですよね、本当に。うん。あとは、こう、 これは何かあんま言うべきじゃないかもしれないですけどあの、まあ、今こうオンラインコロナの中でオンラインでしか留学できない人たちってやっぱりいっぱいいてこの動画を見てる人の中にもなん、まあ、いると思うんですけど、まあ、正直ちょっとだけ羨ましいなって思っちゃったところもありますね。あの <laughs> これはちょっとまあ向こうからしたらまあ僕のこの状況が多分めっちゃうましいと思うんですよあの。中国にこの状況でもいられてあの直接授業を受けていけてなんかもう本当にうましいと思うんですよ現地にいれるから。で僕もそう思います僕はかなり運がいいというかかなり恵まれているというか幸運だっただと思いますけど。 うんまあ、何がこうオフラインでこう現地にいることで辛いかっていう話すと、まあ、まずはあの普通に行かないといけないんですよねあの現地に。で外に住んでるんででるすよで、まあ、だからちょっとあの通学時間も普通に比べたらかかるしもちろんオンライン留学はゼロじゃないですかだからそこで僕は今45分かけて行くんですけどあの。 大学があのこのチャンネルの一番最初の動画とかだとちょっと話したかもしれないですけど僕まず電車で1718分乗って、えー、その後駅に着いたらチャリで教室に来まし大体20分ぐらいこぐんですよね。であのー で言ったら普通に30分か40分とか,かかる距離なんですよもうそれだけ大学が広くてで、まあ、今この時期むっちゃくちゃ寒いんですよねで今日とかもあの朝マイナス6度とかだったんですよな,んかなぜか最近むちゃくちゃ寒いんですけどで本当にこに凍りそうになりながら行ったりとかしてあ,のあとは上海って結構雨多くてあの天気とかにも結構左右されるんですよねでその日本だったらなんというか まあこんなに最寄り駅からは教室まで遠くなかったんですよ。でだから傘さして歩いてこうボ,ボボボって行けるんですけどこっちはもうチャリじゃないと到底たどり着けない距離なんであのむっちゃかなんかでかいカッパ着てあの20分ぐらいこいで行かなきゃいけないといかしてあとは教室の移動とかあの食堂に行くとか研究室に行くとかも全部もうチャリで移動しなきゃいけないぐらいでかくて。もし天候が まあ寒かったりとかあの雨降ってたりとしたら大変みたいなそんな感じなんですよねでオンラインであのやってる同級生もいるんですよあの他の留学生でで,で彼らで彼らみたいに受けれるのに別に中国にいる留学生であの絶対に現地に行って授業を受けなきゃいけないんですよどんな時でもあの普通に欠席になっちゃうんですよねだかから体調悪い時とかあの むちゃくちゃに天気がやばい時とかなんかそういう時でもこう行かなきゃいけないっていうのがあのまあオフライン留学の,あのデメリットでだと思いますね逆にオンラインの人たちってそういうところは恵ままれててるなって思います、はい、あと結構つらいのがあのうん。周りで あの全部が中国人で僕一人だけないんですねこの外国人が。なんでしかもむちゃくちゃこう優秀というか、うん、なんというか、うんまあ、その孤独感ですよね。なんかみんなむちゃくちゃ優秀でしかもあの忙しそうにしてるしあので僕だけがこう分かってないっていういろんなことでそういうプレッシャーって にもこうれされそうになりますよねこう現地にいるとまあオンラインだからこうそれを感じなくてそれがいいことなのかっていうのは分かんないですけどあのー、まあとにかくこう現地にいたらそれはもう同じ空気を吸って同じ、うん、なんだものを食べて、まあ、そんな感じで過ごしてて自分だけがこう劣っているっていうふうな気持ちが強くなるんですね孤独感というか。だからそういういのが あのオフラインのつらいとこかなと思いますねあとそのオンラインの人たちはその現地に行けないのがこうなんですかねつら、まあ、い点としてはなんかこう現地の学生と交流できないっていうのもあると思うんですよやっぱりオンラインだからただぶっちゃけ、まあ、僕個人のことだけかもしれないですけどあの現地にいるからといってこう楽しい こうキャンパスライフが遅れているかというと別に全然そうでもないんですよね。あのまあまず一つはあの僕が外に住んでるってことでこう生活習慣も全然違うとてまあ、これは僕が選んだことなんでまた別ですけどあとはあのみんなめちゃくちゃ忙しいんですよホストサイバの人たち。あの遊んでる時間本当にないぐらいもう本当にずっと学校にいて研究室であの仕事勉強いろいろしてて宿題とかしてて。 でまあ、特にこうなんか日本に興味があるとか僕個人に興味があるとかいう人以外誰もこんな中国語を別に片言でしか喋れないやつになんか関わりてる暇ないんですよねだからあのいてもそんなにこう友達いっぱいでたなんか楽しいぜって感じじゃないんですよねただ単にあのむちゃくちゃ寒いし遠いしあの。 なんか面倒くさいし行かなきゃいけなくて一人でなんか孤独な感じで受けてるって感じです、ね、まあいわまあ言,わ、まあ、言っちゃうぼっちみたいな感じなんであのー、もう逆に辛いみたいなとこはありますけどねまあその中でも何人か仲良くしてくる人がいるんで、まあ、別に全くお友達がいないわけじゃないんですけどこうやっぱりネイティブじゃないとこうねなんか友達打つときにくいってのあるじゃないですか。やっっぱり外国語で喋ってると のと僕語で喋るのよりは全然こう話の深みも違うしあのねだから特別僕と交流したみたいな人がいないとそのなかなかこう楽しいなんかキャンパスライフっていうのは送れないんですよねだからな基本的にそうだなまあでもその中でもいます長い,い人はいますただそれでもこうそんなにむちゃくちゃ楽しいわけではないぞっていう話ですねあの あのそう <laughs> 楽しいですけどねそのと友達といる時はただうん、なんだっけそうあと僕理系のコンピューターサイエンスなんですけどやっぱりなんですかねこの,あの学科特有なのかわかんないですけどみんなこう内気というかそんなにこう外国人とこうめちゃくちゃ交流したいぜっていう人がいないんですよね。 基本的に僕が話しかけてでもなんかこう微妙な感じになるみたいな <laughs> そんな感じであの <laughs> もっとこう国際交流に興味があるような専門の人とかだったらこう変わったかもしれないですけど、まあ、みんなもうゲームにか興味があってもう本当にコンピューターサイエンスだけに興味があって別にあの日本から来たこのわけわからない留学生に興味ないみたいな。 そんな感じなんですよね。だから。まあ、そんな感じでオフライン留学もこう。まあ、今本当にオンラインでこう。中国に行きたいって言ってる人から言わせたらすごい。なんか1人なんかかもしれないですけど、こっちもこっちで結構あの辛いぜっていうそういう感じでした。まあ、ただまあ、もちろん、それでも僕はまあ、来れて良かったとも思ってますけど、まあ、何？まあ まあ、みんながやっぱこう留学生が来れてからまた楽しかったかもしれないですね、まあ、もしかしたらこう他の日本人の人もこういたかもしれないしコロナじゃなかったらそしたらもう,もうちょい楽しかったかなとやっぱこうオンラインの人たちってまあ僕もすごい気持ちわかるんですよその日本にいた時にむちゃくちゃ中国行きたい中国行きたいっていうもう本当に狂ったように。 そういうふうに思ったりする、その気持ちめちゃくちゃわかるんですけど。だから、そういう人たちに言わしたら、もう僕のこの。周りに中国人しかいない環境って、もうマジで天国かもしれないですけど、実際ずっといると。まあ、す、大変なことも結構あるよっていうことですね。あの、はい。<laughs> 本当に。マジで、あの、日本に興味、みっちも興味ない人とか。なんか。全然、こう、かなんか。 友達になれなななれいですかかからねなかなかやっぱりこう語学の壁があるというかあ,あとは何だろうななんか前の動画とかであの英語が大事だよみたいなことめっちゃ言いましたけどあの中国語もめっちゃ大事ですやっぱりそれはさっき言った「 交友うう関係とかそういうところであのよりキャンパスライフをこう楽しくするのもそうだし、まあ、単純に中国語の授業にこうついていくためにもうやっぱ中国語の能力はむちゃくちゃ大事ですね、まあ、だから中国に留学してるといってももう事実上バイ,リンガルバイリンガル留学みたいな。 英語と中国語両方でやるみたいなそういう感じだったんですよね。はい。あとそうだ、あのー、まあ、あの、のテストについてなんですけど、中国の。なんか僕知らなかったんですけど、ボールペンで書かなきゃいけないらしいんですよね、回答で僕が 記憶してる限りで僕の経験だと日本は基本的に大学のテストって鉛筆シャーペンでしたよねでそれでいろいろ回答消し,消したりとかするじゃないですかこうただこっちだとダメって言われてで僕それ2回目のテストでこう先生に注意されてあそうなんですかみたいなであのー、全然誰も言ってくれなかったんで、まあ、純粋に間違えましたねボールペンだとなんかこう 書き間違えた時とかすごい汚くなるから、なんか綺麗に消せないから。不便だと思うんですけど。まあ、そういうもんらしいですね。あの。はい。なんか。それ全然知らなくて。あと。あの。テストのこう。始まり方とか、まあ全体的にこうテストのこう管理っていうのが。雑だなって思いました。あの。 られたらもうそのまま自動的にスタートだしあとはこのポケットとかそういうのを別に全部空にしなくてよかったりとかしてあの基本的にその携帯とかそういうカンニングっぽいものが持ってなければ別にティッシュだろうがハンカチだろうが何か食べ物っていうかもう飲み物だろうがなんかこう普通になんか持ってていいみたいな。で誰もなんかその「開始です」とか言わないしだから。 で,でもその配られるスピードとか違うしだから不平等なんですよねテスト時間とか実はでそれも「え俺始まったの?」みたいなそんな感じであのなっちゃってうんでどんな感じかっていうとその一応カバンはなんか全部教室の前に置かなきゃいけないんですよそこは多分日本の決まった人より厳しかったですね日本は割とこの横に置いたりするじゃないですかだからそこは れたんですけど、まあ、普通に何のチェックもなしにあのハンカチとかも置けるしなんか飲み物とかも置いてるしなんかあこれ結構緩いんだなみたいなそんな感じでした。あのまあ、中国ってなんかこうかん受験でカンニングがめっちゃ横行してるみたいなそういうニュースをこう昔から見てたんでなんかすごい対策が取られてるんじゃないかって僕すごい思っていろんなこ,うことを注意して。 実際蓋を開けてみればすごいガバガバだったみたいな感じでしたこれだったらまあ定期でやろうと思えばカンニングできるよなって正直思っちゃいましたね、うん、なんかこう緩いんですよねやっぱそういうところって、うん、でもなんかボールペンじゃないだろとかなんかいろいろ文化が違ってそこは新たな発見でしたねはい、まあ、ただそのオンラインの人たちはどうやってテストを受けるかってう気になったんで 聞いてみたらなんかこうカメラを2個起動しなきゃいけないみたいならしいですなんかズームでパソコンの前に向かってそのテスト解くんですけどそのパソコンでまずズームを起動してこっちを映すでもう一つ携帯をこっからあのここに置いてこう映しながらこうこっちもズームで起動してこう自分の手元とかで見せるみたいなそういうのでやってるらしいですねなんかもう、まあ、なんかそ,そこまでやった方が逆になんかオンラインの方がこう 監視されている感じがしましまたねだってそれだと携帯もいじれないし、まあいそのね、そのパソコンで何か使用してもその携帯の方のカメラで映っちゃうから、まあ、絶対にカンニングできないんですよねだから、うん、そんな感じでしたテストの始まりとか、まあ、管理方が結構雑でしたねはいでマジで、はい、じゃあちょっとだらだとんか喋っちゃったんですけど ちょっと今疲れてるんでちょっとあのまとまんなくてあのはいちょっとあれなんですけどこんな感じであのとりあえずテストを終わって直後の感想として動画を撮りましたまたなんかあのもう少し体力が回復して話,話がまとまったらなんか動画撮ろうかなと思いますはいありがとうございました